ステージ分野の中川と申します。ステージ分野はですね、ステージ舞台といった業界のですねスタッフを育成する、そこを目指している学生を育成することを目的としています。制作、照明、音響、美術、各分野のエキスパートの先生方に来ていただいて各分野での、技術を身につけるというのが、ステージ分野の特徴になります。ステージ分野の特徴としてはですね、技術を身につけるだけじゃなくてそこに、マネジメント力、あと考える力、思考力、この2つをこう学ぶことも大事にしています。40歳ぐらいになった時にですね、ステージ制作会社で中堅幹部になった時にやはり多くのスタッフを束ねる、あと、チームを率いる、あとプランニングをする、要は照明のプランを立てるとか美術のデザインをするとかいろんなことを考えなきゃいけなくなります。なので思考力とか、人を束ねるマネジメント力、こういったものを、非常に大切にして、日々学んでおります。ステージ分野ですね、主には2つあってですね、1つは、年間10回以上のステージショーを学生が考えて学生が作り上げるというのを実践的な学びとして年間10回以上そういったものを繰り上げています。もう一つはですね、実際のミュージカルとかコンサート、そういったものを DVD で鑑賞してそれに対して分析して、発表するといったことを、やります。でそう分析することによって世の中の最先端の知識だったりこう技能、あと演出方法を身につけて、学んで、また発表することを通して要はコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力ですね、こちらの方を磨くことを大切にしています。